健直子さん、もう66歳になったんですね。久々にお姿を拝見したのが先日の志村健さんの追悼番組でしたが、健さんは志村さんが亡くなった直後に、今は何も考えられません、健ちゃんともう会えなくなっちゃう、悲しすぎてありすぎる思いが整理できません、一緒に仕事ができて幸せでした、ありがとう。お互い厳しい芸能界を生き抜いてきた、いわば戦友みたいなものですから、大丈夫なのか心配しましたが、お元気そうで安心しました。健直子さん、芸能生活49年になりますが、彼女ほどいろいろあったのも珍しいですね。気になったので調べてみました。健直子さん、1971年にデビュー、しかもあの新御三家の野口五郎さんと同期デビューで、弟分として可愛がっていたらしいです。若手時代には松明こと堺正章さんが所属したザ・スパイダースの前座に出ていて、堺正章さんの MC を見て勉強していたそうです。中島みゆき作詞作曲のかもめはかもめ、桑田佳祐作詞作曲の夏を諦めて、数々のヒット曲で大ブレイクしましたね。歌手だけでなくコメディエンヌとしても才能開花。カックラキン大放送、坂上、堺正章、健のトリオで大人気番組で、直子おばあちゃんの縁側日記は最高でした。そして何と言っても志村健のバカ殿様、志村健の大丈夫だ、志村さんとの赤マムシーのギャグは今見ても爆笑してしまいますね。今でも歌手、女優、コメディアンの三足のわらじで、これだけのレベルでできる女性はお見かけしません。さて、彼女の長いキャリアの中では、こんなことあるの?ということもあります。なんと、あのジ・アルフィーの三人とは、無名時代からの付き合いだったといいます。当時の話で、驚きの事実もあったので、紹介します。ジ・アルフィーを、この子たち、と呼ぶほど古い付き合いで、ジ・アルフィーがまだ全く売れてない1970年代前半の頃、健さんがコンサートで全国を巡ってる時、そのバックバンドがなんとジ・アルフィー。とある番組での会話で、健さんはこんな思い出を、その当時何しろこの3人お金がなかったんで、食事を私が作るんですよという言葉に、高見沢さんは、こう見えてですね、料理は天才的ですと絶賛。坂崎さんも桜井さんも、美味しかったです、エビフライと当時を思い出し、あのね、大きいエビフライがいいとか言い出すと、金がないくせに贅沢な注文をし、タルタルソースも全部手作りして食べさせてあげていた、おかわりとかしやがんの、と突っ込みつつ懐かしそうに話してました。直子さんがいなかったら生きていないですよあの頃、というほどのボンビーだったとか。それだけでなく、今じゃ信じられない話があって、健さんのバックバンドを知っていたその時に、ジ・アルフィーに曲を依頼したのが窓ガラスという曲だったそうですが、その当時に比べて桜井さんはベースが上手くなったとか、窓ガラスの時は全然楽器弾けなくて、坂崎さんが12弦ギターで全部やってくれていたそう。高見沢さんも坂崎さんに教わりながらだったので、ダメな場合は楽器の音を切っておいてくださいねと、健さんがテレビ局の人に言ってたそうです。あの超絶テクの高見沢さんがねえと思いました。健さんってジ・アルフィーの育ての親でもあるんですね。とはいえ、健直子さんといえば日本レコード大賞の金賞を受賞したり、 NHK 紅白歌合戦に何度も出場した実力の持ち主です。あの変なおばさんからは想像できないとは思いますが、しかもあの大御所の中島みゆきが初めて楽曲を提供した実力派歌手でもあります。
だらら。雨が空を捨てる日は。あばよ。かもめはかもめ。これら大ヒットソングももちろんそうです。あの中島みゆきをして、研ナオコの表現力は素晴らしく、家で聴いていると泣けてくる。と言わしめ、特にあばよ。での寂しさには、中島みゆきも身震いしたと言います。これだけの実力者にもかかわらず、ある時からぱったりと姿を見かけなくなったのは、一説にはあることで芸能界を干された、という噂まで流れていたのです。その原因は何だったのか、気になって調べてみると、研ナオコさんのこれまでの人生は、とんでもないことの連続だったのです。1977年、24歳の時に、マトリによって自宅マンションから大麻が押収され、その使用を認めて執行猶予となったことがあります。当時、研さんの他にも、井上陽水や内田裕也、桑名正宏など、総勢60名以上の芸能関係者が逮捕され、芸能界大薬物汚染の大スキャンダルに巻き込まれてしまいます。そんな荒れた生活がたたったのか、1981年の最初の結婚から4年後に離婚してしまいます。しかし、1987年の自身の誕生日の7月7日に、7歳年下の野口のりおさんと再婚され、1987年長男、1989年には長女を設けています。新しい家族を得て幸せだったのかと思いきや、そうではなかったのです。実は、研ナオコさん、度重なる病に襲われているのです。1983年9月に、急性尿路感染症で入院を始め、1993年に声帯ポリープの手術、1年後の1994年には胆嚢全摘手術と立て続けに手術をされた研ナオコさん。そしてさらなる悲劇が彼女を襲うことに。それは研ナオコさんが54歳の頃から体に異常が見られ始め、体のだるさや皮膚トラブル、偏頭痛に悩まされるようになります。体調は悪化する一方で、右まぶたが腫れてしまい、帯状疱疹もできるようになり、たまたま宇崎竜童さんに紹介してもらった医者に見てもらうと、甲状腺の病気と言われている橋本病と診断されてしまいます。この難病は、免疫に何らかの異常が起き、自分自身の細胞を異物とみなし、攻撃する軸抗体が原因となり、甲状腺の細胞が壊れてしまい、甲状腺機能が低下するといいます。主に、倦怠感、むくみ、眠気、低体温などに苦しむとか、現在は投薬で症状が収まっているとのこと。これだけでも大変なはずなのに、実はこれと同時期に、研ナオコさんはとんでもない、スキャンダルを起こしてしまうのです。2007年、研ナオコさんは、テレビでもおなじみの有名ホストクラブ、愛にご就寝であることが報じられ、ある男性ホストとのデート写真が、写真週刊誌に掲載されました。この時、研ナオコさんは、軽率な行動をしたと謝罪していますが、これだけでは、それほどダメージを受けるような話ではありません。問題だったのは、翌年になって、別の男性ホストが告発した、研ナオコさんのストーカー行為だったのです。番組共演をきっかけに知り合った、時給100万円の会話術のカリスマホストの、ユーセイという人物を、プライベートで呼び出したり、いかがわしい行為を要求したのだとか、真偽のほどはわかりませんが、このことの直後から、表舞台から、すっかり姿を消してしまった。そう言われています。果たして、本当の原因は、病気なのか、スキャンダルなのか、あなたはどう思いましたか？いかがでしたか？私は、研ナオコさん、少し前にも舞台で骨折をして、長期療養されていましたが、復帰されて安心しました。今回の志村さんの追悼番組は、ひょっとしたら、
志村さんが健さんに送った天国からのフォローなのかなと思いました。健直子さん、陰ながら応援しています。それではまた次回お会いしましょう。